エスコートはイギリス海軍の駆逐艦 e q 1931年の建造計画で1932年11月1日にグリーノックのスコッチ社に発注。1933年3月30日に気候。1934年3月29日に浸水。1934年10月30日に収益し。 兵装などの政府が供給するものを除いた建造費用は249,587ポンドであった。収益後本国艦隊の第5億地区畜軍に配属され、1935年1月から3月の間は西インド諸島に派遣された。それから3月27日から4月30日まで CNS で修理。 アビシニア危機の間1935年9月から1936年3月まで地中海艦隊に所属。CNS 滞在中エスコートは港門に衝突し、9月5日まで修理に要した。スペイン内戦時は1939年3月24日まで不干渉委員会の布告を実施するためスペイン海域を巡回し、それからイギリスに戻った。帰国後エスコートは、 予備艦隊の軽巡洋艦カレドンの補給船となったが8月2日に最終駅して第12駆逐軍に配属された9月3日エスコート特畜艦エレクトラはドイツ潜水艦 U-32 撃沈された客船アセニアの生存者約300名を救助したエスコートはウエスタンアプローチでの戦団護衛や対戦任務に割り当てられた12月には ロサイスに移り、北海で同様の任務に当たった。1940年1月10日から2月12日まで、ファルマスで修理を行い、その後は再び同じ任務に従事した。2月25日、エスコート特築艦、イングルフィールド、イモージェンは、オークニー諸島の東約90マイルの地点で、潜水艦ナワールにより発見されたドイツ潜水艦。 U-63 を撃沈した4月初めにノルウェーの戦いが始まるとエスコートは本国艦隊に移り4月9日にドイツ艦船探索に北海への出撃が行われるとエスコートは主力艦の護衛を行った4月11日に空襲で駆逐艦エクリプスが損傷するとエスコートはエクリプスをサラムボまで栄光した 4月25日からは、ノルウェーのドイツ目標を攻撃する空母グローリアスとアークロイヤルを護衛した。エクリプスは4月27日にグローリアスが給油と航空機の補充のためスカパフローに戻った際も同行した。5月11日、ポーランド客船クローブリーと衝突し、わずかに損傷。6月26日までは、本国艦隊に属してスカパフローを拠点とし、 それからジブラルタルに向かって H 部隊に加わった。ジブラルタルには7月2日に到着した。翌日メルセルケビール海戦に参加。MA5 作戦中、攻撃が中止された後の7月8日にエスコートはイタリア潜水艦グリエルモマルコーニの攻撃を受けひかみなり、魚雷はボイラー室の間に幅20フィートの穴を開け、乗員2名が死亡した。 ジブラルタルへ向けて栄光されたが、7月11日朝に、波高から大量の浸水が起こり、そのまま沈没。ありがとうございます。